じゃあ、だからそのなんかね、なピー入れときますわ。もちろん、ピーって去年まで、くつきの日記売らさせてもらってたやん、ここで。今年からダメ。は？はい？ダメ。は？え？うん。最初、今年からは、組合で買うか、後直そうで買うね。え、ここで、ここで釣りしよう思ったら、うん、ここの県、くつき漁業協同組合の、え、ここ売ってないの？去年まで売ってた。売ってたじゃないですか、うん、買ってたじゃないですか、僕、うん、ここでやるとき、うん、ところが、それ、副組合長になってから、こう、私たちところは組合員でないやろ。ほんで、後川荘の県を委託で売ってた。な、その、委託で売ってた。ところが、それはダメと。お取り屋さんを集めて、組合員になったらいいじゃないですか。なれへんの。なんで？ならしてくれない。それまでにはいろんな喧嘩したんですね。いや、喧嘩は何もしてないよ。で、ここへ、住所を置いたら組合になれるという話で、こう住所これやって住所を置いた私ね。ところが冬がね、ここで住めない。寒くてね。雪でね。うん。で、うん、2年間置いといた。うん。で、はい、住所を置いた境に組合にならせてくださいと、うん。ダメです。なん。ここで住まなダメですって。へえ。で、もうしょうがないし。住んだ。住んでない。うん。うん。協定持って行ったまた。でもここの住所で、なかったら組合にはなれない。観察持ってはいけません。な。うん。組合になって観察するという条例があるわけ。ところが長尾を取り手にたんでな。うん。でこれは大津市やね、うん、これね、うん、でここでおとり店やって、うん、日券を売ってるわけやね、うん、でこの条例に反してるわけ、これはね、地域が違う、地域がやから、うん、そやのにここはいいと、ここはいいと、矢口さんはあかんと、あかんと、わしの店閉め、これ YouTube 流しますわいいっすか、かまへん、それはかまへんって、かまへん、むしろ流してほしいぐらい、うん、それこの不当な扱いを、うん、不当な扱いはどうなってんやと言わんとダメですね。ダメ、ほんまに。だけど言うたって聞かへんから、悔しいですね。いや、もうさ、先生もう悔しいけど、もうそんなもう組合でもないのに文句言ったらしゃあない。まあ、うん、ほんで見てみない、広瀬の券売ってんやで。広瀬の券売ってんの？広瀬の年券、年券、日券、ここで売ってんの。あ、そうなんだ、うん、あ、そうなんだ。広瀬の組合長は分かってる、よう分かってくれてるね。あ、熊さんね、熊さんか。あ、そうやったんですか、うん、ちょっとそんなことでええんかと、うん、ちょっと、くつき漁業組合こんなんでええんかと、そうそう、うん、しっかりせえと、年券を発売せえと。ほんまや、ね、くつき年券発売せえって、そう考えときます、考えときますだけな。それすると、うん、おとりが売れない、日券やったら、うん、毎日来た人数な、日券で儲けて、おとりで儲けて、日銭が入るやん、うん、まあ、1人来たら1000円と、うん、僕なんかだからくつきで釣りしないですもん。年券で、年券あるとこ行くもん、うん、年券出たら入るやろ。入る、間違いなく入ると思う。これはここは広瀬があかんかったらゴンがいいね。ただ日券やから入らない、うん、みんなカツラが行く、うん、で漁師の人はここが入るね、うん、AI が取れるから、うんうんうん、広瀬から登ってくるやろ、台風とかになったら、うん、もう台風になったら来なくてもやん、うん、ここゴンがね、うん、ええやつが取れるね、うんうん、でその時にな、村井家言ったやろ、うん、あかんかったけどちょっと頑張ってきますわ、はいはい、ありがとうございます。まだ分からんことあったら聞いて。はい、分かりました。あゆのことは、ね、何でも言ってるから、もう素人さんじゃないってことよく分かったんで、はいはい、失礼しました、はい。